サッカー J2 モンテディオ山形は9日いわき戦に向け練習を行いました。90分初めてだったので公式戦で持つかなと思ったんですけど、まあ、90分しっかり出て、まあ、本当勝てたことが良かったです。グラウンドに立てたことのありがたみと、本当1年間ちょっとですけど、なんかいろんなものが込み上げてきたので、まあ、たくさんの人に感謝しながら、もうそのピッチも出たら全力でやりたいなと思います。まあ、もう目の前の1試合しかないと思っているので、その中で1試合その1試合に向かってみんなで競争しながら、もう本当目の前の試合でチーム全員で戦っていきたいなと思います。これまでと変わりないですけど、まあ、家族4人になったので、まあ、今まで以上に、まあ、頑張りたいなと思っただけです。周りの選手との、出し手と受け手のタイミングっていうものをもうちょっと合わせていかなければいけないと思いますし、そこをもっともっと上げていければいいかなと思いますし、何よりまあ、勝てたことが一番自分の中で大きいので、そこに関してはやっぱりチームが勝てたことが一番です。誰もが知っているビッグクラブですし、ついに駒は進めれたので、まあ、天皇杯あと1ヶ月後ですけど、まずしっかり、まあ、目の前のいわき、それまでのリーグ戦というものをしっかり今の流れを止めずにレッズに立ち向かいたいなと思いますね。